心なんて。町から離れてるんで、もう本当車がないとね、すごい雑誌すら買いに行けないような感じなんで、まあでも、まあ、合宿レコーディングもこれで何回目になるのかな、随分頻繁にやってて、まあ、この前計算したら2ヶ月以上ぐらいやっぱり年間にここにいる感じなんでね、まあ、ちょっとこっちに帰ってきたって感じになったりも感覚的に、まあ、帰ってきたなみたいな。でも自分の部屋も決まってますしね。いつもながらここに来るとですね、結局森重と俺だけはフル工程参加にどうしてもなっちゃうんで、なんだろう、その時間の潰し方、まあ夜の宴会やらなんかエロ本見ながらギャーっていうのもあるんだけども、夏だったんでね、ここ見たら分かると思うんだけど、クワガタがいっぱい取れるんでひたすら昆虫採集してました。前前乗りってやつですね。で乗り込んで、それでドラム入れて、でセッティングして、でスタジオで叩いて音出してみたり、そのまま置いてみたりとかして、でまあなんか一番いい音が出るタイミングで撮ろうっていう風に、最初持ってきてすぐ組んだら、組んだ状態でももちろん音は出るんですけど、ベストの音が出ない。それでみんなより先に来て、今回はそうやってまあ準備期間っていうんですか、思ってやって、やっぱり全然音良くなりましたからね。コーラスがですね、実は俺扁桃腺の手術しまして、夏な、いつぐらいだっけ、6月ですかね、にツアーを前回やってたんですけど、それ終わってすぐ扁桃腺切りまして、で予定ではイアンギランのような高音が出る予定だったんですけど、全然声変わらず、でもちょっとこうハイは出るようになったねって言われたんですけど、音域的にじゃなくてこう声質的に、でもまだちょっとモコモコしてますね、やっぱり。終わってレコーディングが終わりました。無事ね。無事、まだミックスが残ってたけどね、本当はね、トラックダウンが残ってますけど、長いね。長いな。長い、長い。大体1年間にどうやら3ヶ月弱ぐらい我々こっちにいるんですよ。いますな。夏も冬も全部体験してるもんね。はい、で秘伝台いつも来るたびにさ、台風だったりさ、大雪だったり、そうそうそう、今回なんだっけ、あ、台風だ、今回台風だ、台風だったよな、台風だったな、まあ、そういう季節ネタはいいとして、そのレコーディングだ。どうですか、つや君、出来は、出来はもうバッチリでしょ、また、ゴムゴム来ちゃった。何、寝起きかよ。起きてますよ、ちゃんと、ね、だからね、楽曲的に、前のロックンロール路線よりちょっと広がった感じ、ロックンロール路線よりね、確かにちょっと広がった感じ、森重君は、まあよくできたというか、まあやっぱ最初さ、作りこうレコーディングに入る前ってやっぱり当然なんていうんだろう、不安の部分もあるじゃん、でもそれを一つ一つ音積み重ねていく中でさ、間違ってない、間違ってないぞ俺たちっていう、そういう確信に変わっていく感じっていうのは今回もすごくあったような気がする。まあ今まで全部あるもんな、
確かに言えてるんですよ、うん、だからなんかそういう意味でのなんかこう、まあ、生丁場だったけど、で間ほら、うん、短かったですもんね、あ作ってからそうそう、そうこの前のアルバムからのインターバルも結構短かったから、うんまあ、なんとかこう煮詰め切れるかなみたいなね不安もあったけど、でも結果すごくいいものになったね、うん、よかったね、うん、本当だったらね、あのハワイ行って帰ってきてるはずなんだけどね、俺らはね、うん、そうだあ、ね、まあ、しょうがない、まあ、なかなか良かったな、俺はやっぱりね、やっぱ良かったよ、今回クワガタも取れたし今回はクワガタブームだったね、クワガタブームね、良かったそうだね、クワガタ取ってたね、上出来クワガタは OK なんだけど、ガが出なかったから良かったねなんでだろうな、ガが少なかったね、去年の夏なんかすごい攻撃にあったじゃんが、うん、なあ俺、ジョーがいないときに巨大なの見たよ。マジで手のひら近くあるやつ。あ、いたいた。あのね、大水青ってご存知ですか、皆さん。知らねえよ。大水青ってガがいるんですけどね。トルコ石みたいなのいるし。そうそうそう。あの、森の妖精と言われてるの、一応。そう、俺失神するよ、サブルみたいな。妖精ずっと一緒に俺ら飲んでるときに窓で。窓ベタ。マジ同席してたよ。まあ、女っけねえじゃん。だから唯一、まあ、妖精が。まあ、押すためしかわかんないからただ、まあ、一応、なんかこう。花あったよな。花があった。その花はいらない。おもちゃみたいな色の山眉が見ました、俺そこで。山眉がね。山眉、黄色い。恐ろしい生き物いっぱい見ますね。うん、あの、ノウサギとかよく見るよ。いいのか、これちょっと音楽の話になってる。音楽の話。